よし、立体軌道で女型と巨人に接近しろ。おさんとしてんじゃねえ。そう、逃がすかよ。絶対にここでとっ捕まえてやる。その日、人類は思い出した。100年の平和は、おい貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトで。なんとかしてみ、無理だったか、うん、ええ、みんなすまない。どうだ、出るとしよう。
ずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけど、みんな一緒に頑張ろうな。観客地域なんてごめんだからね。おそ、チンタラしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。ティーナ・カロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。これで立派なおとりになれるぞ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め、他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。今のはどうせまぐれだろう。もう一回攻撃してみろ。大型の巨人は攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ。面倒な訓練だな。サボっちのか。さっさと次の訓練地点へ向かえ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないでね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを獲物を奪うのに魔法が必要ですか。
前が悪い。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで神みたいです。では私の天平で入ってみた。訓練だからって手は抜けない。これが兵士の責任である。はっ、発表するぞ。まだ時間は残っている。ソニック引き続き励め。していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって。焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。